本日は、元航空自衛官で、イラク戦争の後派兵を、されていたクウェートで負傷され、その後さまざまな後遺症に苦しんでおられながら、国を相手に、現在謝罪金の方を請求させする裁判を、して戦っていらっしゃる池田頼政さんにゲストにおいでいただきました。よろしくお願いします。池田さん、ありがとうございます。トラックでぶつかった時に負傷した箇所はどこだったんですか？こっちの左半分が全部ドーンと引かれてるんで、はい、今でもこっちの首があって、眼球の奥は痛いし、頸椎が特に痛いですね。首が顎を軟骨を外す手術とか、そういう医療費は自衛隊が出してくれたんですか？あの時は根災害だったんで、はい、治療費は出ました、全部。その時はまだ大丈夫だったんですけど、はい、急に公務災害打ち切りの話が出てきたんです。上司から、お前は治ったんだ、お前は治ったんだと、もう必要な、もう個室に2人に、3人、上司2人いて、3人で、このまま公務災害通し取ったら、5年、過去5年に遡って返済させられた例もあるとか、そういう嘘な、そういう例は全くなかったんですけど、そういう嘘なことばっかり言って、公務災害をなんとか治癒に持っていくように仕向けられたんです。もう毎日必要にも公務災害治癒しろ治癒しろって言うんで、もう仕方なし、もう治癒でいいですっていう、もう僕折れたんです。顎のお医者さんと、はい、整形外科のお医者さんに、政治的圧力により治癒って書いてくださいって僕は言った通り、お医者さんは書いてくれました。放送していいのかな、その時の上司の方の名前とかは出しちゃダメなのかな。あ、それはちょっと、ちょっとじゃあそこはピー。帰国されてから、そういう精神的な相談を自衛隊から紹介されたところで受けたりとか、そういうメンタルケア的なことはなかったんですか？あ、一応イラク復興支援から帰ってきたら、はい、そういうケアする人がいて、はい、その人に話したんです。幹部の人に、僕イラクではめられて、こういう状態ですと。だからその幹部の方も初耳ですって言ったので、イラクで事故が起きたのが、はい、あ、やっぱり僕の事故隠されてたんだなっていう、もう痛感しました。小泉さんが、首相だった時に、誰一人として、みんな全員無事に帰ってきたっていうふうに誇らしげにテレビで言っていたのを私覚えてるんですけれども、本当に池田さんが体験された事故は隠されていたっていうことなんでしょうか？はい、はい、完全に隠蔽されてました。最初は自衛隊員になる前は、自衛隊というものに対してすごい良いイメージ、ポジティブなイメージを持って入隊されたんですか？一応、はい、そうです。災害派遣とか、国内に起こる災害派遣とか、阪神・淡路大震災とか、朝5時からヘリコプターに小牧基地からパンを積んで、そういうので僕は自衛官の誇りを感じてたんですけど、ちょっと自衛隊が変な風に言ってるのが、今はもうちょっと僕気に食わないです。集団的自衛権が閣議決定されて、僕みたいな負傷兵を何人も増やすのではないかと、僕は不安でいっぱいです。テレビ CM のかっこいい感じで働いてる自衛官が出てくるんですけど、3人出てくるうちの、その2人が女性なんですよね、美人な。なので、これから男の子だけじゃなく、女の子もの戦場に連れて行かれる可能性があるんじゃないかなという気もしてます。はい、逆に質問ですけど、自衛隊に入る気はありますか？僕は全くないですね。何ですか？やっぱり今の自衛隊がしていることも、もちろんなんか震災があった時に自衛隊がすごい頑張ってたとか、よくも被災地にボランティアとか行ったりしたんで、はい、目の当たりにはしたんですけど、でもそれは別に自衛隊じゃなくても、そのレスキューとか消防とかでもできることやんって思いますし、やっぱりそれよりも
戦争を、まあ、国を守るためであってもやっぱり武力を持ってこうこう人を脅すというか、はい、いうような自衛隊だったりとか、あとは、まあ、いざという時に攻めていけるという体制を取っている自衛隊はあんまり好きじゃないなって思うんで、やっぱりそうは自分はなりたくないなって思いますし、徴兵制とかあったら絶対嫌だなって思います。いい意見です。ありがとうございます。その通りです。子供ができたとしても子供を自衛隊にならす気あります？いや、それは止めますね。反対っていうか、そうでしょう、ね、絶対僕の子供にも絶対自衛官にはなるなと、はい、もう絶対言ってますから。はい、まあ、子供にも戦争してほしくないですし、まあ、子供が逆にそういうので人殺しとかもうそういうのはしてほしくない、ね、もうこれは安倍はやめてほしいです。なぜやめてほしいんですか？こんな集団的自衛権という暴走するような首相はいらないです。